舐めやがって。 いい加減開けやおら。 牧村誠はどこだっつってんだ。 私に泣き入れてないで。 ちゃんと仕事しないと。 渋沢さんに怒られちゃいますよ。 あなたも 後がないんでしょ。 くでさん。 殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが。てめえは殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ。こいつはまだ分かんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。いい加減他の手考えろ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。 俺はね、兄貴、人間殴るのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、 自分より強えと思われる奴を殴るために、ずっと極道を張ってきたんだ。てめえみたいな三下と、一緒にするな。ちょっと、何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちゃ、この俺がいい笑いもんだ。 Yeah!
妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む。誠をここに。わかった。もう間に合いません。立花、キリウス、ラオガよ。なんだと。クゼが言ってました。すべての人は道島が引いています。クガ様ぞを排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい、立花。なんだ、こんなことに。こんな。立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。
ら、てめえのやるべきことをやったまでだ。殻の一つは、もう堂島組だけの問題じゃねえ。あの土地は、近江連合に売ろうとしてる人間が、東条会の中にいた。裏切り者よ。そいつが誰なのかまだ分からねえ。ただそういう動きがあるのは確かだ。もし殻の一つを近江連合が手にすれば、奴らは再開発計画を乗っ取れる。東京進出だ。そして東条会に戦争を。知ったことか。キリエ、女を渡せ。東条会全部を敵に回す気か。牧村誠に指一本でも触れてみろ。俺が東条会を潰す。一人残らず叩き潰す。それが俺の覚悟だ。